中国、福建空母が進水式を迎え、004型と005型空母建造を続けています。今回は、中国空母の性能と次世代空母の未来を詳しく見ていきますね。J31 戦闘機は、未だ開発中で、量産化は難しい状態ですし、インド洋などにも空母を展開するとの話。2022年6月17日、中国、大連の恵南造船集団の造船所で建造が進められており、これまで西側諸国からは003型と呼称されていた中国海軍の新型の航空母艦がついに進水式を迎え、その艦名が福建であると大きく報じられた。これまで中国海軍の航空母艦の歴史は旧ソ連時代に建造途中であり、その崩壊後にウクライナの所有物となった航空母艦ワディャーグを使用用途を偽って入手し、初の航空母艦リョーネイとして2012年9月に就役させたことに始まった。リョーネイは基準排水量58,500トン、満載排水量67,500トン、全長305メートル、全幅74メートルの艦隊に、最大で36機前後の固定翼、機と回転翼機を艦載可能で、初艦はスキージャンプ式を採用した通常動力型航空母艦である。就役後のリョーネイは、日本の周辺海域の東シナ海等にて、艦載機の発着艦訓練を行うケースが、これまでも複数回あり、今年2022年も、同様の行動を見せているが、おおむね、その位置づけは、中国海軍内でも、練習用の航空母艦だと考えられている。この、リョーネイを、ベースとして、中国が、初の国産の航空母艦として建造したものが、山東で、2019年12月に就役。艦の基本の仕様は、リョーネイを踏襲しており、スキージャンプ式を採用した、通常動力型航空母艦となっている。山東は推定値だが、基準排水量5万5千トン、満載排水量最大7万トン、全長315メートル、全幅、75.5 メートルの艦隊を持ち、最大で50機前後の固定翼、機と回転翼機を艦載可能と、使用上は、リョーネイを大きく超えてはいなかった。山東が、リョーネイと、サイズ的には大差がないにもかかわらず、艦載機数を増加させることができたのは、後者は、旧ソ連海軍時代の艦艇らしく、アメリカの空母打撃群を攻撃する意図を持って、大型艦対艦ミサイルの収納スペースを備えていたためだ。このスペースを変更し、艦載機用の収容区画を拡張したことで、山東は、航空戦力の搭載能力を向上させており、旧ソ連海軍が、強力なアメリカ海軍の空母打撃群への対抗策として、大型の艦対艦ミサイルを搭載させた形から、脱却している。ここまでの、リョーネイ、山東、ともに、スキージャンプ式の発艦方式を採用していたことから、主力戦闘機タル J-15 は、搭載する燃料、兵装等を最大にしての発艦はできず、最大離陸重量を抑えて運用する必要があった。これにより、J-15 等の艦載機は、1回あたりの出撃時の、航続距離や搭載する兵装の攻撃力がどうしても制限されることとなり、特にアメリカ海軍の航空母艦艦載機と比較する場合には、その攻撃力の低さは否めなかった。そのため、中国海軍でも、こうした艦載機の運用上の制約を払拭するために、強制的に艦載機を加速させて発艦させるカタパルトの開発を行っており、今回進水した福建で、ようやく、その実現を果たそうとしている。そもそも、カタパルトの開発には、非常に高い技術力が必要であり、アメリカ海軍のミニッツ級10隻、ジェラルド・
R、フォード級一隻以外に、それを搭載した航空母艦は、現在の世界でも、フランスのシャルル・ド・ゴール一隻のみだった。イギリスの最新鋭の航空母艦クイーン・エリザベス級二隻も、建造計画が開始された初期には、カタパルトの装備が念頭に置かれていたが、艦載機となる予定だった F-35 ライトニング 2C 型の開発遅延で、それは見送られ、B 型が艦載機となっている。また、カタパルト装備といっても、アメリカ海軍の主力である、ミニッツ級10隻と、シャルル・ド・ゴーレのそれはすべて蒸気式であり、2017年に、就役を迎えたジェラルド・ R ・フォード級1隻のみが、世界で初となる、電磁式を搭載しただけだった。ただし、これまでに、長年にわたる、蒸気式カタパルトの運用実績を積み重ねてきた、アメリカ海軍であっても、新技術である、電磁式カタパルトの安定運用を、即座に行うことは難しく、他の複合的な新技術の問題もあったとはいえ、5年もの歳月を費やしている。また、電磁式のカタパルトの運用には、膨大な電力が必要となることもあり、アメリカ海軍の航空母艦やフランスのシャルル・ド・ゴールは、動力に原子力を用いていることから、余力はありそうだが、通常動力型への実装には、疑問も投げかけられている。中国海軍でも、蒸気式、電磁式の両方のカタパルトの開発が同時並行で進められてきたというが、この度の福建の進水にあたっては、後者が実装される予定だと伝えられており、通常動力艦ゆえに、その実現には、疑義の声も西側諸国から上がっている。福建自体は推定値だが、基準排水量 71,875トン、満載排水量8万トン以上、全長320メートル、全幅 75.5 メートルの艦体を持ち、最大で60機前後の固定翼、機と回転翼、機を艦載可能だと考えられており、通常動力型としては世界最大の軍艦である。また、福建はカタパルトを搭載したことで、中国海軍の航空母艦としては、初めて固定翼の、そう、機形回艦制機を運用可能な艦艇となる見込みであり、従来よりも母艦の防衛能力の範囲が格段に向上することが西側諸諸国からは危惧されている。進水式を終えたとはいえ、福建はこれから電磁式カタパルトをはじめとする各種の偽装工事を施されることになり、早くとも収益は2024年以降になると見られており、艦載機も含めた本格的な運用となれば、もっと先になる可能性が高い。それでも、かつての旧ソ連でも成し得なかった、カタパルトを装備したの航空母艦を建造しつつある中国海軍は、航空母艦の建造や艦載機の開発も含めて、すでに、その域を超えている組織であり、日本を含む周辺国の大きな脅威となっている。ただ、近年の航空母艦という艦艇の存在をフォーカスしてみると、発達した高い命中精度を誇る強力な対艦巡航ミサイルに対しては、その優位性は低下しているとの指摘も多く、アメリカ海軍ですら、大型の原子力空母の運用変更を示唆する声も出始めている。水上戦闘艦として考えた場合、航空母艦は、その攻撃能力を高めようとすれば、艦載機の数を増やさざるを得ず、それに比例して、艦隊自体も大型化するため、対艦巡航ミサイルで攻撃する側からすれば、防空能力は、総じて低い大気な的と化す。無論、アメリカ海軍は、そうした航空母艦の抱える脆弱性を十二分に認識しているため、近年の数少ない実戦の中での中東地域への投入時でも、敵側が、そうした攻撃手段を有していない、
状況においてしか活動させてはいない。中国も、無論、そうした状況は、承知の上で、アメリカのみが、ほとんどと一国で独占してきた、その領域にあえて踏み込むことで、中国という、国家全体の威信を高めようとする、政治的な効果の方をどちらかといえば重視しているのだろう。福建の浸水に対し、西側諸国の軍事関係者の多くが、通常動力型にもかかわらず、大電力を必要とする、電磁式カタパルトを装備することへの、懐疑的な意見が聞かれる中、中国の環球時報は、SNS を通して、そうした見方に反発している。曰く、確かに、原子力空母は、航続距離が長大で、艦載機や兵装、その燃料等も、多く搭載可能だが、建造、運用ともに、コストが高額な上、もし、仮に、戦闘で損害を被れば、艦艇自体やその乗組員にも、甚大な被害が及ぶ可能性があると述べている。こうした言説を聞いていると、まるで、中国は、人道的な見地から、原子力空母の建造を実施しなかったかのようだが、福建以後の航空母艦は、原子力推進のを採用する可能性も高く、今後、どのようにそれを説明するのかも、注目点になりそうだ。